先ほど、小人岬に行ってきました。そして元のところの部分に戻るというか、ビオトープのところに戻って、海神社の方に方向に目指します。海神社というのは渡海神社ということです。渡海神社の方向に目指します。560m では渡海神社の方に向かいます。前に見えるビルが垂水年金会館ということです。早速間違えまして、ついつい2号線沿いに行ったんですが、ここの福田橋のところを左折します。いえ、早速道を間違えました。
まっすぐなのか右なのか分かっておりません。ちょっと分かんなくなったんですが、海沿いの道を歩こうということで、こちら突き当たりまで行ってみます。また道を間違えました。また先ほどのところに戻りまして、前に赤い鳥居が見えてます。牛尾神社の鳥居ということです。あ、こっちの道が正解だ。このビルですね。正面に、明石大橋の、が見えます。平磯、平磯三丁目ということです。道は全体的にフラットな道です。左側は漁港です。牛尾神社の赤鳥居が大きく見えてきました。
潮神社の方向にですね、それでは牛尾神社にちょっと参拝してみましょう。では牛尾神社の方に、本殿の方に向かいます。立派な本殿です。